ガンダムエボリューションプレイヤーの皆様へ重要なお知らせ。いつもガンダムエボリューションをプレイしていただきありがとうございます。プロデューサーの丸山です。本日は皆様に重要なお知らせをお伝えしなければなりません。ガンダムエボリューションは2023年11月30日をもちましてサービスを終了することを決定いたしました。イクピエスファンとガンダムファンをつなぐタイトルにしたいという思いのもと、ワールドワイドで展開する本格ガンダムFPSとして全力でチャレンジしてまいりましたが、今後も継続的にお客様にご満足いただけるサービスの提供が困難であると判断し、今回の決定にいたしました。これまでガンダムエボリューションをプレイしていただき、また応援していただいた皆様には熱くご礼申し上げますということで、まさかのですね、ガンダムオーバーウォッチ、ガンダム FPS で一時期話題となったガンダムエボリューションがサービス終了の発表となっております。いや正直ね、僕シーズン2ぐらいからもうやってなかったんですよ。ただベータだとかそのシーズン1ですね、まあ、最初の頃に関しては普通にめちゃくちゃやってて、まあ、こんな形でねニュータイプまでやったんですよ。そうランクもね100以内入るぐらいまでガチでやってマジで楽しませていただいたんですけど、まあやっぱ案の定ですね、サービス終了してしまいましたよね、ということで。まあ正直ね、理由はいっぱいあると思うんですよ。やっぱガンダムゲーなのにカジュアルじゃなかったとかね。やっぱりそのガンダムやってるユーザーって正直こんな言い方するとあれなんですけど、まあ結構年いってる方全然いると思うんですよね。30代とか40代の方も全然いるんですよね。まあもちろん若い方もたくさんいると思うんですけど、やっぱそういうターゲット層に受けるゲームかって言ったら、もうバチバチの反射ゲーム、ガチガチのね、e スポゲーだったから、そこら辺がね、ちょっとやっぱマッチングしにくかったのかなっていう。ただまあ、やっぱすごい新しいコンテンツの取り組みではあったので、ちょっと久々に今回はこちらちょっと懐かしみながらね、ガンダムエボリューションを再インストールしてきたんでやっていこうかなと思います。さあ久々にちょっとやっていきましょうか。いや本当にね、もう何が悪いのかっていうのも多分いっぱいコメントつくだろうし、何が良かったのかっていうのはいっぱいつくと思うんですよ。正直ガンダムオーバーウォッチっていうジャンルでの、まあ、僕は限界だと思いますね。まあ、そもそもやっぱオーバーウォッチ自体が別に日本でそこまでねめちゃくちゃ浸透してるわけでもないんで、だからこのジャンルの僕は限界だと思うんですよね。わ懐かしいユニコーンくん。はい、まあこういう形でちゃんと告知も来てますね。いや久々にやってるよ。なんかスタノが多分追加されたんだよな。あ、ニュータイプのこれは残ってるけど、これ以上残ってない。ははははは。水星の魔女懐かしい。いや、そういや、水星の魔女終わってしまいましたからね。そう、ちょうど終わるタイミングでってところで。うわー、ニューガンダー、ハイペリオン、ガンダムヘビーアームズ、カイ、デュナメス。デュナメス来た時ちょっとやりたかったよな、好きだから。まあ、本当にね、多分やってた人はより多分ね、文句もいっぱいあるだろうし。あ、ちょっと待って、これ。カジュアル一回ちょっとキャンセル。ちょっとプラクティス一回練習させて。そう、いろいろと多分ね、出てくる不満もあると思うんですよ。ただ僕の中では、やっぱりまあ全然このジャンルの、まあ頑張ったところなんじゃないかなと思うんですよ。まあそれこそ僕もね、これ、お仕事もやらせていただいたの、テレビも出させていただいたんですよ。ガンダムエボリューションで。すごい思い出のあるね、やつなんですけど、懐かしいな、カクタク。わー、こんなんやったな。いや、何が売れんだろうな。やっぱガンダムはもうちょっとなんか、あれだよね。カジュアル向けが一番なのかな。って思ったけど、やっぱガンダム VS とかもがっつり e スポー系の格闘ゲームだからさ、いやー、どうなんだろうな。なんか難しいところのラインですよね、そこら辺。ね。次は何のジャンルが来てくれるんだろう。まあ、ガンダムはね、もうほとんど永久不滅なんでね、これが滑ったところで、まあ、ほぼほぼノーダメージみたいな、またなんかのゲームが出てくると思うんで、その時ね、FPS ジャンルじゃなかったらまたプライベートでちょっとやっていこうかなと思います。さあ、大体、まあ、使い勝手分かったんで、やっていきましょうか。さあ、第3戦やっていきましょう。うわこれパーティーか？うわ、すげえ。あ、ちなみになんかこれ1年間ぐらいサービス終了したから、なんか1年戦争って言われてましたね。初代ガンダムのネタなんですけど、ちょっとおもろい。で、エムルクルいらない。ザク使います。いや、マジでな、なんかガンダムってけども、ほんと面白いし難しいよね。なんかなんかこう、おじさん世代。ね、年が結構いってる方とか、いったら30代、40代、ないだ50代の方も全然ガンダム好きな方いっぱいいると思うんですよ、ゲームで。そういう層がやっぱ多いから、やっぱガンダムってじゃあどこの層に受けて作るかっていうのは、そっちの層で作った方がいいのかってなると、いや意外とガンダムバーサスとかね、ガンオペとかがバチバチの e スポーツとまでいかなくてもね、対戦ゲームじゃないですか。いやだから別にこのゲームとかもね、別に悪くはないと思うんですけど、やっぱ FPS 視点が良くなかったのかな。ね、やっぱガンダムってこのスキンとかこのキャラクターがね、やっぱ見えないとね、これ FPS 視点でも斬新にすごいいいと思うけど、やっぱガンダムってこう自分が使ってるキャラクターが映えーっていうところでね、やりたい方もいると思うので、やっぱ TPS ゲームとかの方がね、向いてるんかね。なかなかね、そこら辺ちょっと難しいところですけど、ナイスヒットで、入りつつ、ほら、ほら、ほら。で、こう。いいっす。佐野足を無料化する。やべ、敵のスキルが全然わからへん。いや、ガンダムって e スポーツゲーにした方がいいのか、そうじゃない方がいいのか、わからへんよな。ダメやな。スッといく。ほら。まあ、下入って耐久するか。ほら、ナイス。真下から来てる、ヘビーアームズ。お前の技一切知らん。どうしよう。ヘビーアームズ、お前。おい。エンドレスワルツ。お前、一丁前に。ほら。おらい！しゃあおら。格闘技がないだろ、どうせお前には。最強タレット置いてんな。は、早っ！ガンダムウルト。おい、アシュラ！乙女座のなんちゃらにはセンチメンタルなんちゃら。回復。はいー！来たー！
耐える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 よ耐えるよ耐えるよ。おい、バグってる。この固定バグまだ残ってんのこれ。ちょ、ずっとこれクリック進むやつ、蘇生終わった後これ毎回固定で殴り続けるこのバグって残ってんの。ほっ、ナイス、スタノいいよ。で、ウルト来た。はい、耐える。はいはい、ナイス耐え。回復取りますか。なんか、あー、やっぱコアブーさんいたよね。声聞こえたわ。で、拠点取りつついい感じやね。はい、当たるヒット、ナイス。気持ちいい多段ヒット。スタノ、スタノくん、僕と戦おう。ナイスアシスト。おい、おい。で、アシスト、カッキルを取らせていただいて、ナイス。はい、はい、はい。ヘビーアームズ、ホレイ、ナイス。いいよ。さあさあ、これでウルトというか怒りゲージが溜まったドズザク。まあ、けど追加キャラクターマジマニアックだったよな。ドズザクとか誰が知ってんねんっていうか、ねえ、あの、本編登場してへんやろ、ドズザクなんて。だってあれでしょ、これ。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あれ。名前が出てこない。なんだっけ、あれ。ギレンの野望か。そう、ギレンの野望とかの、なんか、ね、キャラクターじゃないの、これ。ね。マジで、誰得やねんって感じだったよな。さあさあ、生きながらえてるんで、しっかりと回復も取りつつ。いや、ウルトどこで吐くか悩むな。裏取り、こいつはちょっときついから。なあ、これ、前から行くのちょっときついな。こう行きつつ、タイミング見てウルト吐くか。いけるね、これ。いつでもウルト吐けるでーっていう。ほう。ほう。で、ここで吐く。はい、一人。はい、二人。はい、ガンダム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 。はい、ぐる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 。気持ちいいよ。はい。で、回避する。耐える耐える。ふぃー、ナイス耐え。で、怒り吐いてからのこれ。お、あら、こっちが本当のアシュラを凌駕する。イェーイ、やられはせんぞ、やられは。気持ちいい。16連続キル。いや、マジおもろすぎるわ。いや、普通にやったらおもろいよ。ちゃんと、オーバーウォッチもそうなんだけど、やったらおもろいんやけど。でも最近はね、マジコンテンツ部がマジで早い、本当に。コールオブデューティーもそうやけど、コールオブデューティーなんてシーズン2来たらもうほとんどの人間やめてるからね、ほんまに。バトルフィールドもそうやしさ、本当に。バトルフィールドはごめんなさい、あの、シーズンが来る前には人が離れました、すいません。あれはね、シーズンが来る前に、だいぶかかってしまったゲームなんですけど。おら、なんだお前、ハイペリオンか。ハイペリオンとかもマジ、マニアックすぎるよな。はい、耐える、回復取って嫌がらせ、で、フライッ、当たったマジ。回避せへんのかみんな。そう、だからさ、マジでなんだろうな、もうガンダムってもうほんと奥深いし、ねえ、FPS もそうだけど、ほんと難しいよな、今流行る FPS って。マジ、だってないもん今。エペ以外なんかあんのっていう。はい、これ一回吐くわ。体力ない。ね、マジ、エペ以外なんか、エペとバロ以外なんかめちゃくちゃ流行ってるゲームあるかってないもんな。バロがこの前ワイプ発表来て、ちょっとツイッタートレンドになったけど、その程度やしな、ほんまに。はいはい、ナイス。ナイス勝利、イエーイ。ちょっとね、俺流れ掴んだんで、あれですね、ADS できるキャラクター使うか。何使おっかな。多分次やるときって、サービスする瞬間見てみた、わらわら、みたいな多分動画になるかもしんないんで。まあ、もしかしたらそれも上げられないかもしんないから、最後にやっぱり僕の好きなね、ユニコーンガンダム使いましょう。ユニコーンはあの、5周ぐらい見ました。漫画も前回持ってます。次一番好きなキャラクターなんだって言われたら、こん中やったら、いや、デュラベス好きやけどな。デュラベス好きやし、ジムスラも好きやし、やっぱサザビーも好きだな。あー、ニューガンダムいる。やっぱこう浮気じゃうね、ガンダムは。やっぱいろんなキャラクター使って楽しいゲームだけど、このゲームはやっぱりね、強さでやっぱ選んじゃうからな、ランクマとかなってくると。やっぱガンダムはコープモードとかの方がいいのかね。さあ、ユニコーンガンダムは基本的にヒーラーなんで、ちょっと立ち回りガラッと変えてね、しっかりと引いてね、戦っていこうかなと思います。懐かしいなー、ガンダムユニコーン。ね、ビームマグナも早くぶっ破したいわ。ほらー。ほらー。一旦リロードする。ほ。で、ここで、はい、ヒール振るよ。ヒール振った。はい、ここでしっかりと耐久しつつ、ナイス。敵もユニコーンだ。やばいやばいやばい。いやー、早くね、なんだお前。ちょっと待って。マヒロ、嘘だろ、マヒロ。マヒロそんな強くなってるんや。ドザコキャラクターだったのに。あ、マヒロやば。めっちゃ無双してんじゃん。できるマヒロがやばいって。ドザクやめた瞬間にこれよ。あ、早い早い早い。解けない早い。解けない早い。解けない早い。サイコフィールド、アーマー不要。やばいって。ちょ、一回これ味方のあれ待つか。いや、マヒロやばいって。爆発物やばすぎる。ちょっと待って。あ、はい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 。ちょっと当てといたけど。はい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 、はい。で、アーマー付与する。アーマー付与して。あー、バトルパスじゃないわ。バルバトス。やばいって。これやばい、これやばい。ちょっとなんか敵が、もう去ってきたぞ。いや、ここでキャラクター変えるかどうか悩みどころやね。あ、けど打開できてる。ナイス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 。ほらー。めっちゃダメだよ。で、ジムスナやな、これ。ジムスナだる。だな、そんなの。頭だったらこれユニコーンのワンパンなんで、勘弁してほしいですね。ヒールやりつつ、はい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 。はい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 。レレレレレレ。ちょっと、これ冷たい。ナイスナイス。これ確実に格殺取りたい。と思ったけど無理やな。詰められへんな。一回下がるか。はい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 。ユニコーンはちょっと詰められないんでね。しっかりと下がりつつ。ちょっとダメージ与える。ナイスナイス。いいね。で、次っぽがあるんで、ナイス5連続キル。いいよ。ちょ、こいつに、ガンタンク？ガンタンク、それ無理しちゃダメだよ。スタロー！スタロー？ダメやな。赤、下がろう。
ほら、ナイハイピリオンで、耐えつつ、耐えつつ、どっちが来る？真下におるんか、下の？おい、アシュラリョウが、ナイス、あぶれ、耐える、カッキル取る、ユニコーン、いけるぞ、吐けるぞ、こいつやるじゃん、ユニコーン、いつでも売ると吐ける、オードリー、俺に力を貸してくれ、必要だと言ってくれ、オードリー、必要ないわ、あー、ナイス蘇生、でかい、耐える、耐える、耐える、ナイス、はい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 、これがヒールの強さ、やっぱこれがあるのいいですね。いや、ビームマグラムどこで吐くかやな。おーいって、もう上からイエーガーしてくんだと、お前。下の使いてぇな。普通にやっぱ一戦ともおもろいな。いや、そのランクマとかなったらね、マイターの機体だーとか、クソうめえやつが中キャラ使って、終わんないみたいなあるけど、それ別にどのガンダムの世界戦でも同じだからな。バンダイナムコに期待してはいけない。今しめ。あ、すいません、失礼いたしました。いや、バンダイナムコさんからお仕事いただいたんで、僕。バンダイナムコさんのことめっちゃ好きよ。ありがとう、バンダイナムコ。あ、終わった。これ、早めの退出。ういー、ナイス。いい逃げ。これ、ナイス判断だったでしょう。やばい、ちょっと、佐野の強さがわからんか、D ペースわからんから、ちょっとあれやな、どれくらいの時かわからんっていう。うわー、ハイピリオンなんか、うわー、あれ使ってやがる。ちょ、ウルト吐けるか、これ。うわー、ちょっと体力ない。ビームマグラムだ。こいつは、強力すぎる。これ、シーブックアノーやないかいっていう。これ、ベスパーやないかいっていう。マジ、ガンダム知らん人から見たら。一生分からへんネタやんけ。ちょ、やばいって負けるってこれ。これキャラクター変えましょう。キャラクター変える。ペイルライダー。ちょ、やっぱ最後はね、僕の愛機でもあるこのニュータイプまで持っていったペイルライダーですよ。これはちょっとエイム力多少必要なんですけど、もうだいぶエイム力慣れたんでね、任せてください。ん？マヒローの裏取り。ちょ、これ、ここで一回リカバリ吐くわ。マヒローやばいってあいつ、プロやん。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 プロやん、マヒロー。お前。火力足んねえだろ、お前。いや、逃げやがった、あいつ。マジかよ。やばすぎでしょ。あー、ジムスラ見てるわ。はい、ジムスラ見てるから、はい、しっかりと回復リカバリー入れつつ、いや、これ体出しすぎると良くないな。で、 EMP を、はい、こんな飛ばなかったっけ。 EMP ガバガバすぎる。ナイスエイム、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 カッキル取る、ナイス。これ壊せるか。いや、無理やな。アシュラ量がやめろ。 EMP、なんかあれだよね、ビームサーベル欲しかったね、全キャラクター。ある程度格闘でさ、殴るでもいいからさ、ビームサーベルで全キャラクター一応近接攻撃できますよってなったら面白かったと思うけどな。はい、マヒロー、ナイス。さあ、体入れてきたけど持たないですね。ナイス勝利。あー、楽しい。おもろいけどサービス終了してしまうんやな。いやー、次のガンダムゲーに期待ですね。まあ、やっぱガンダムイコール FPS が多分これでもう無理っていうレッテルバリされちゃうんかな。あ、俺 MP ちゃうんけ。久々にやってみました。いやー、まあ、いろんな多分ね、あれがダメ、これがダメ、とか、これが良かった、とか出てくるでしょうけど、まあやっぱ良かったね。普通に面白かった。うん。ただやっぱもう、何度も言う通り、このジャンルのね、オーバーウォッチっていう感じのゲームの限界だと思う。で、かつガンダムって言うてね、ファンはめちゃくちゃいるけど、一般向けかって言ったら、やっぱ知らないで期待あったら、やっぱ楽しめない人もいるからさ、まあそういったところなかなかね、コアなジャンルかけるコアなジャンルで、まあ1年間でサービス終了といった形だったでしょうか。いや、決して僕の中ではクソゲーではなかったんでね。まあまあいろんな思い出とかありますけど、まあほんと1年間、ね、上の方もそうだし、やってたプレイヤーの皆さんもお疲れ様でしたということで、皆さんも何か思い出とかあればぜひぜひコメント書いていってください。はい、ということで、まあこれからはですね、こういった形の FPS ゲームとかね、いろんな動画上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。